日本振興銀行。日本振興銀行株式会社。日本振興銀行。インキュベータバンクオブジャパン。リミテッドは、かつて存在した、日本の銀行。生産法人としての本店所在地は、東京都千代田区神田水戸白町である。2003年、平成15年に設立され、2004年、平成16年開業。2010年。 平成22年9月10日に破綻した銀行。中小企業向けの融資、一般顧客の定期預金専門の銀行。金融庁の分類では、新たな形態の銀行等として位置づけられている。都市銀行と同じく、金融庁長官の監督を受ける、いわゆる本庁直轄銀行である。2010年、平成22年9月10日に、自力再建を断念し、 金融庁に破綻申請と東京地方裁判所に民事再生法を申請し、経営破綻した。2012年9月10日付で法人解散、生産会社となり、称号も日本振興生産株式会社、日本振興生産に変更され、2017年5月2日に生産が欠了し、法人格が消滅した。 消費者金融の資金元である卸金融を手掛けていたノンバンクオレガの落合ン治が中心となり、木村剛がアドバイスする形で、東京都千代田区、水穂銀行大手町支店跡地の大手町ビルにおいて2004年、平成16年4月21日に開業した。当初は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の中小企業を対象に無担保で、 第三者保証不要の融資を主に手掛けていくが、一般の銀行に比べて、売、従来の銀行と、商工ローンの中間の、年利5%から15%程度とされる。お茶の水分室、後に、神田店に統合され、廃止されているを除く、各店舗に便宜上支店コードは、付加されているものの、口座店は、千代田区神田水戸城町の本店一店舗のみである。かつては、 大手町、神田塚佐町に所在。全国銀行協会には巡回員として加盟しているが、日本国内に本店多く多くの預金取扱金融機関が保有する日銀の当座預金、準備預金制度を開設しておらず、日銀ネット、銀行のオンラインシステムには接続していない。決済制預金である当座預金、普通預金を扱っていない関係からか、全銀システムにも、 日加名である。日銀当座を通じた資金調達は事実上不能であることに加え、インターバンク市場にも参加していなかった。これにより、預金獲得と銀行株式の増資、出資によって資金、資本の調達を行い、貸出資金の利息収入などで収益を得るビジネスモデルとなった。その後、大阪、神戸にも店舗を出店している。 さらに店舗開設を急速に推し進め、2009年までに全国47都道府県全てに1店舗以上をお、OK、けし、105店舗を要するまでに至った。2010年、平成22年6月7日から一部業務停止命令を受け、7月に検査妨害の疑いで元役員が逮捕されたこともあり、定期預金の引き出しが続き、資産状況が悪化。 9月の中間決算で1804億円の債務超過となる見込みとなったことから、9月10日午前6時から臨時取締役会を開催し、内閣総理大臣、金融庁に対して、預金保険法第74条第5項に該当する、金融整理財人による管理が必要な事態である、旨の申し出を行うことを決議した。これを受けて同日、申し出を行い、 金融庁が同行に対して、金融整理管財人による業務財産管理命令、預金保険機構を金融整理管財人に0任、同日から3日間の業務停止命令を出した。新興銀は、同日中に東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てを行い、設立から6年余りで経営破綻した。日本の銀行破綻としては、 創業前の2003年、平成15年11月末に生じた、足利銀行以降、およそ6年10ヶ月ぶりであった。政府と預金保険機構は、預金保険法に基づき、預金の払い戻し保証額を、元本1000万円とその利子までとする、定額保護、いわゆる、ベオフを1971年の制度創設後、初めて発動。 新興銀はペイオフを意識した預金の募集を行っており、5800億円ほどの預金のほとんどがペイオフ限度以下の預金で、ペイオフ限度帳の預金を保有していたのは預金者の3%に当たる3560人でそのと対象となる預金は120億円程度にとどまった。当局者は預金保険制度を悪用したモラルハザードであると問題視していた。その一方で、 老後のマンション購入資金の貯蓄用途にと4000万円余りを預金し、破綻翌日に店舗に出向き、報道機関の取材を受けた個人も存在していた。第2日本証券銀行は同日、合併の基本合意を締結し、破綻から8ヶ月後をめどに、事業上等を行うこととした。当面は金融整理管財人のもとで営業を続け、新規の預金及び自動継続を受け付けるが、 利子主要金融機関の利子を参考にしたものを適用し、保護対象の既存の預金に関しては、事業上と以前に満期が来るものについては、満期利率及び中途解約利率がそのまま適用され、満期が事業上と以降になるものに関しては、事業上との際に同意書が送られ同意するものについては、事業上と以前までの利率とその後定められる、満期利率が適用され、 同意しない旨を伝えられた預金については、薬定利率を破綻日まで適用した利息が払い戻される。負債額は2010年、平成22年3月末で、約6194億7100万円。なお、9月13日以降の当面の営業店舗は、同年9月1日以降も営業時間を短縮しなかった店舗に限定され、それ以外の店舗は、 それ以前に統合が予定されていた店舗を除き9月21日と27日に分けて会することとなった。当時の金融担当大臣、竹中平蔵は本件についての取材拒否を声明しているが、事件小三郎担当大臣は、同義的責任は免れないと評している。2011年8月には行政の対応が適切だったかを検証する第三者委員会。 日本振興銀行に対する行政対応等検証委員会が銀行免許を付与すべきではなかったとする報告書をまとめた。2010年平成22年12月7日に外産払いの払い戻し率が決定され、保護対象外の預金額のうち25%の金額が払い戻されることとなった。再建回収の結果、 外産払い以上の金額が回収された場合は、生産払いとして追加して戻ってくることになっている。資産の劣化を防ぐ観点から、最終承継先への早期の売却を進める方針であり、2011年、平成23年4月25日、一部が第2日本承継銀行に事業譲とされた。新興銀には承継銀行に 事業上とするに適格でない不良債権等を呼び、概算払い後のペンオフ限度帳の預金等の債務が残された。債権は整理回収機構等に譲渡され、債務は民事再生手続きで弁債されることとなる。店舗については、同日付でで26店舗に集約して譲渡し、27店舗、体制、当社本店窓口は、事業上と対象とならない部分はそのまま営業するが、 譲渡対象となる取引分については、併設された第二日本、承継銀行管内営業部として、営業で第二日本承継銀行による業務が開始されている。なお、第二日本承継銀行への譲渡対象とならなかった部分は、すべて本店へ集約されている。その後、日本振興銀行の再生計画案が2011年、 平成23年7月27日に提出され、当初第1回目の保護されなかった、預金の弁済率を27%としていたが、同10月25日に、弁済率は39%に引き上げられた。第二日本証券銀行は、同12月26日株式19.8億円、貸付資産の一部を5億円で、イオン銀行に売却され、イオンコミュニティ銀行となった。 2014年9月30日以降、第2回弁済として19%の弁済を行う。これで保護されなかった。預金の弁済率は58%となる。2016年9月20日以降、全資産の緩和が終了したことに伴い、第3回弁済、最終として2.95686%の弁済を行う。これで保護されなかった。 預金の弁済率は60.95686%と確定した。2017年5月2日に臨時株主総会を開き生産の欠料が了承され法人格が消滅した。個人向けには通信販売型の定期預金のみ提供されている。これはオリックス信託銀行、後のオリックス銀行のダイレクト預金に類似する商品である。 取り寄せた申し込み書に必要事項を記入、夏印して本人確認書類を添付の上返送すると、預金者個々に三菱東京 UFJ 銀行の振込専用支店に開設された銀行名義の口座が通知される。銀行への入金が確認でき、次第定期預金口座が作成され、それ以降は毎年4月10月のステートメントが定期的に送付される満期の通知は、 原則行わない。振込手数料は預金者負担である。ただし、テレホンバンキングを除く三菱、東京 UFJ ダイレクト利用時や、三菱東京 UFJ 銀行の個人名義のキャッシュカードを利用した、事故 ATM ないしは三大コンビニ TM での平日時間内の振込の場合らは、無料である。各地の店舗へ予約すれば、店舗での手続きも可能だが、この場合は、 本人確認書類、利息あるいは満期解約金の受け取りを口座が確認できるもの、通帳、キャッシュカード等の原本、届け出印を持参する必要がある。この場合でも、その場で資金を預けることはできず、店舗で提示される振込用口座番号への振込で、資金の預け入れを行う。なお、申し込みには50万円以上の資金の預け入れが必要。 満期時の取り扱いは、元利自動継続、元金自動継続から選択する。解約時の預金全額ないしは、元金継続時の利息を受け取るための、預金者名義の多項。三菱東京 UFJ 銀行以外でも、かの、振込先口座番号等の記載が必要である、追加預け入れで、同じ口座に入金を希望する場合は、省略可能。なお、ゆうちょ銀行の通常貯金、 通常貯蓄貯金での受け取りを希望する場合は、他行からの振込に使う、読み替え用の店名、預金科目、口座番号を記載すれば対応可能であり、当該内容が印字された、通帳見開きページのコピー添付が必要である。ただし、振替え口座については、様式に、当座預金の科目の欄がないが、その他という欄があるので、ここへ、当座預金と記入することで、 対応可能と思われる。なお、満期時の元金自動継続時の利息及び解約時の元金等の振込入金に関わる手数料は、日本振興銀行側の負担となるため、預金者の負担はない。2009年、平成21年10月13日より、振興ダイレクトの名称で、インターネット経由での申し込みが可能な定期預金の発売を開始している。この 開始時期は不明だが積立預金も提供開始されている。2012年3月31日、イオンコミュニティ銀行が、イオン銀行に合併された日をもって、新規預け入れを終了した。なお、イオン銀行 ATM ではこの定期預金に関わる取引ができない。2010年、平成22年8月30日時点で、全都道府県に、 計百十六店舗を持っていた。なお、二千十一年（平成二十三年）四月二十五日以降の店舗は、第二日本証券銀行管大営業部と併設される形となった本店のみとなっている。結局、控訴提起はされなかった。二千三年（平成十五年）二月十二日、東京青年会議所（東京 JC） が第一ホテル東京で開催した例会で。 パネリスト木村剛が20億円集めれば銀行をすぐに作れる。と発言したことをきっかけに東京 JC 入会希望者として出席していた消費者金融の資金元である卸金融を手掛けていたノンバンクオレガのイ・シンジが20億円に用意し木村にアドバイスを受け中小振興企業有資企画株式会社を設立して銀行設立準備に入った。 また、2003年度東京 JC 理事長の平正明も銀行設立計画に賛同し、さらに JC 会員約90人から1億円が集められた。同年8月20日に予備免許申請が金融庁に受理され、同日有告、落合、木村、平の3人が日本振興銀行設立記者会見を行った。以降、新聞や雑誌など多くのメディアで 東京 JC が新銀行を作ると事実に反する報道がされることとなり、東京 JC 事務局には OB からの苦情や一般からの問い合わせが殺到した。2日後の8月22日、平良は公益法人は営利企業の設立はできない。個人の立場で記者会見に臨んだと東京 JC メルマガを通じて見解を明らかにした。その後、 設立資金20億円出資者の設立発起人で社長に就任していたオジアイは、木村や平を含む役員らに銀行役員を解任され、木村を告発するなどごたごたが続いた。その後、平は銀行設立の経歴を利用して2005年、平成17年9月11日総選挙の自民党公認候補選考に応募し、小泉知事殿として東京を4区から、 出馬し初当選した。その後、2010年、平成22年12月27日付で、尾畑社長らと共に取締役を解任されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。